皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介する建築物は、ファンズワーステイです。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。ミース・ファンデルローエ設計のファンズワーステイは、広大な敷地に立つ週末住宅であり、H 型鋼の柱に溶接された梁を介して屋根スラブ及び床スラブを取り付けた構造に特徴があります。ルコルビュジエやフランクロイドライトと並び、近代建築の巨匠と称されるミース・ファンデルローエです。ニースの高層建築が立ち並ぶシカゴのダウンタウンから車で1時間ほどのプラノという街にあるファンズワーステイは、周囲にトウモロコシ畑が広がり、目の前に川の流れる緑豊かな場所にあります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。